イグニコックスは、変性権規制グラム陰性不定形球菌の超高熱個細菌である。学名、イグナイコッカスは、ラテン語で、炎を意味するイグニスと、球菌を意味するコックスに由来する。2000年に、アイスランド北部のコルベイン性海霊から、アイアイランディカスと、メキシコ沖のブラックスモーカーから、アイパシフィカスが、発見、記載された。コルベイン製海霊からは、 2002年にも、アイ・ホスピタリーズが発見されている。当初は、アイ・ホスピタリーズが表面に、ナノアルケウムエキトンズを強制させていることで知られていたが、後に、ATP 合成酵素を持つ、外細胞膜や、ペリプラズム空間に、エネルギー代謝系と小能を持つことが分かり、深核生物との類似性が注目されている。極端な例だが、 内膜を細胞核とみなして、アイ・ホスピタリズの祖先とエヌ・エキトンズの祖先の強制系が、アルファ、プロテオバクテリアを取り込み、新核生物になったという仮説が出たこともある。さらに、この属からは新規の炭酸老化経路が発見されている。主に深海の熱水系に生育し、硫黄と水素に依存する、化学合成独立栄養で増殖する。 変性検規制で、生育温度は70摂氏98度。指摘生育温度は、摂氏90度付近。指摘 pH は5から6付近である。指摘条件付近では1時間程度で2倍に増殖する。形態は1から3マイクロメートル程度の球状に近い不定形。細胞表面には、最大9本の弁毛がある。一般的な古細菌の細胞表面構造である。 S, S 層やシュードムレーン、多頭類のような、硬い殻は、持っておらず、菌体災害部には、この古細菌最大の特徴である外細胞膜がある。内膜と外細胞膜の間は、細胞質の数倍にも達するペリプラズム空間が、存在する。ペリプラズム空間には、多数の小脳が存在している。小脳は内膜から派生し、最終的に内膜に再び取り込まれる。 外細胞膜表面には ATP 合成酵素やアセチル COA シンテターゼ、水素イオーオキシドレダクターゼ複合体などが極在している一方 DNA やタンパク質合成系などは内膜の内側に存在しており情報処理系とエネルギー生産系が別の場所に分けられているこの構造は細胞膜と核膜を持つ新核生物に通じる部分がある 2007年に、アイ・ホスピタリズ・キン4の全ゲノム配列が解読されている。ゲノムサイズは 1297,538BP とごく小さい。発見時、アイ・ホスピタリズは細胞表面に m エキトンズを強制させていたが、これはアイ・ホスピタリズの寄生体のようである。寄生されたアイ・ホスピタリズは増殖能力が低下する。 n エキトンズは ATP 合成系脂質、アミノ酸、ヌクレオチドの合成系を不完全にしか備えておらず、アイホスピタリズの外細胞膜を破壊、連結し、代謝産物を収奪すると考えられている。クーッパー U, マイヤー C, ミューラー V, レイチェル R, フーバー H, エナジャイズドアウターメンブレンスペシャルセパレーションオブ、メタボリックプロセシーズインザハイパーサーマフィリック、 アルケアニグナイコッカス・ホスピタリーズ、プロック・ナル・ェイ・キャド・サイ・ u s a 2010。107、3152、3156、ガディ、ジェイス・ブレイキング・スルー、a ・エファイロジェネティック・インパス、エーペア・オブ・アソシエーテッド・アーケア・メイハブ・プレード・ホスト、イン・ザ・エンディ・シンビアーティック・オリジン・オブ・ユーケリオーツ、セル・アンド・バイオ・サイエンス、2時29分。ありがとうございます。